はい、ツリーさんがいらっしゃいますよ。全部部屋に床暖房がついている。出ました。床暖房とエアコンもしっかりついてます、はい、そしてここが、あ、これ眩しい。ここも広い。このスペースがあれば孫さん喜ぶな。まあ、向こう出てくんじゃない、そろそろ。いや、だから、マジで前回。そろそろ、ほら。マジで前回。最大の特徴じゃないですか、こっち。こっから、ちょっと今日は天気悪いけど。曇りなんですが、お花見が部屋からできてしまうという。はい、こんなところにメガネが入ってたら壊れるからね。ほら。だから多分、ここに原田さんが住んでたら、これはグラサンになるわけです。そうですね。で、読み物が漫画になってますよね、多分。そろそろ、決断の時ですよ。はい。私時々が決めたのはこちらの物件になります。はい、はい、ワープしました。はい、ましたね。はい、でこちら玄関なんですが、うん、何やら怪しげな空間が、うん、扉がいきなりある。はいはい、はい、なんすか。おお、こちら靴の収納です。ウォークインシューズクローゼット。なんとこんなところがあるのか。すごいね。これは初めてですね、ウォークインで。ああ、こちらが玄関でいうところの、うん、うん、ここがいなかったね。ウォークイン、そろそろ出てくるかなと。はい、ウォークインクローゼットですね。はい、これも広い。これも結構広いです。ああ、奥行きも ありますね。はいはい、格ゲーマーの人ぐらいだったらもうちょっと寝れると思う。ねえ、大丈夫。なるほど、いいじゃないですか。はい、そして次の部屋が、はい、次の部屋が、あ、ここは出会いでした。トイレですか。はい、はい、で、こちらちゃんと手すりもありますし、はいはい、あ、手洗う場所あります。手洗うあるね。はい、で、クリーンですね。トイレットペーパー置き場。はい、こちらお風呂場で洗濯機ですか。洗濯機置きはなんかでかい気がするな。本当だ。あ、本当だ。横に広めなので、ね、大きいのが置けるのかもしれません。収納、いろいろと上下があります。で、広々とした。広いね、広いこれ。そうそう、そしてお風呂ですが、はい、お、なんかあれ、ここちょっと変わった形してますよ。あー、これ座っ、半身浴がこれ多分できるんじゃないですか。はいはい、いいね。これどう、そういう作りですか。ここに座って、ちょっと足に、あの、ミストサウナ使えるんで。え、ミストサウナ、はい、やばい。ミストサウナ出てくるんで、そういう手が伸びてきます。ここが出てくるやつね。はい、ミストサウナは超気持ちいいよ。本当だ。いやー、あー、本当だ。これいいね。毎日やりそうだわ、これ。ちょっと今。すごい広い。広いっすよ。これは広い。はい。これは。これ広いね。お、なんと出ました。正面です。出ました。逆光、ちょっとこれ合うかな。ちょっと、あー、合いました。ちょっと寄っとこうかな。正面です。スカイツリーさんがいらっしゃいますよ。ちょっと戻して。さあ、こんな、ここにつながる形になってます。はい、これ多分閉めるやつですね。はいはいはい、なるほど。ちゃんと区切って、はいはい、閉まります。いい、ここがあれ、ノーマルクローゼット。これはそうですね。何に当たるんだろう。ナンド扱いです。あ、ナンド、ナンドって、あ、本当だ。ナンドですか。ナンドってナンドってなんだっけ。これ何に使うの。収納みたいな扱いになってくるので。これだと高さが結構あるので、うん、中で棚組んでもらった方が上まで使えているので、うん、まあ、収納としては力が分かれてる。ガッグからも入れて収納するぐらいなの。
ジョゼットさん、はいはい、ああもう十分じゃないですか。ジョゼットとしても使えます、まあ、オープンにいろんなもの入るそうです。うんうん、僕はカウンターキッチン行けますね、これ素晴らしい。もしかしたらここに座ってなんか食べるっていう、もうそのままできちゃう、それが楽、こんだけ広いと。はいはい、なんかちょっとまた参考口でして十分でしょうか。僕もこれオーブンレンジじゃないの、オーブン、オーブンついてますね。はい、でゆっくり閉まるやつ、あこれこれなんか最近よく見える、うん、ゆっくり閉まる、閉まりの、はい、皆さんおなじみ、はい、直線聞きました、出ました、全部ついてますね。でこっちがもうほぼ食器棚、完璧です。いやー綺麗な、おしゃれだわこれ。で上がガラス張り、なんかこれ、あ、これはワイングラスとかじゃない？そうですね、グラス、綺麗なグラスとか入ってるわ、おしゃれだわ。こっちにもなんかありますね、これ何の、うん、ここもいっぱい入る、はいはいはい、下も同じ、はい、ここ見てないです、サンデルですよね。そうそうそう、じゃあここはもうそろそろ出てくるかもよ。いない。しかも全部屋に床暖房があります。出た。でここにも入ってます。はい。この部屋見させていただきましたが、はいはい、もうつける隙がございません。ない。まずあちらに見えます。ユーマックス君、ちょっと一回見てください。ごめんなさい。騙せてた。また戻してもらうかもしれません。スカイツリーさん、はい、正面、リビングからの窓の正面に見えます。そう、こちらがまずですね、素晴らしい人、あとなんと、はいはいはい、3LDK なんですが、はい、全部屋に床暖房がついている。出ました、床暖房とエアコンもしっかりついてますので、はいはい、まあ、まず作りがしっかりしてるんで、うん、そもそも部屋の中に入るだけでもちろん暖かいんですけど、うん、それに加えて床暖房もあるので、うん、なかなかね、この全部の部屋にあるというのは、今でも少ないみたいな。そうってか、俺聞いたことないよ、全室床暖房。なるほど、ここがハイグレードですね。来ました、自信を持ってするぐらいの人物になりたいと思ってるわけであります。謙虚、出た謙虚。ボン、はい、ワープしてきました。いい、ここはですね、目黒の、ほう、物件でございます。はいはい、じゃあ早速見てみますか、はい、行ってみましょう。えいえい、はい、まずここがトイレでございますね。はい、でやはりいろいろついてますね。はいはいはい、こっちここはこれなんですか。お、これは、はい、部屋その1、めっちゃ日当たりいいね、ここは。そうですね、はい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 、はい、ここに、ね、十分なスペースあるので、ここは、うん、寝室か、まあ、配信する部屋どっちにするかっていう感じですよね、うん、なるほどなるほど、はい、あのラック、パワーラックとかもあるんで、はいはい、それを置くには十分なスペースが広いですね、理想で、クローゼットもある、はいはい、これ十分ですね。この扉は何でしょうか。これは、ん、お、洗面台、洗面所&お風呂ですね。風呂、そして、はい、洗濯機、はい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 、お風呂気になりますね。おお、広い、これ広いですね、広いね、うわ広っ、しかも、あ、ここ座れるタイプ、やばい、半身浴とか、はい、これは広いね、広いっていうか深いね。あ、そうですね、深い、うん、あ、いい、お座り、あ、しかもこう上かぶせるやつもあるんです、十分です、はい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 、はい、そしてここが、おーっと、これ眩しい、こっちも広いね、いや、こっちにこの物件、こっちなのかな、はいはい、もうこれなんかドキドキ部屋っぽいですよ、なんとなくここそうですかね、いけそうじゃない、全部今の、あ、しかもこのスペース、
ちょっとあるの、こういうの、こういうの嬉しいね、嬉しいです。ああ、こういうちょっとこうデッドスペースの思われがちだけど、いろんなことができそうな、このスペースがあれば孫さん喜ぶな、はい、寝れますからね、うん、あれここでいいね、こういうところ、確かにそう、人一人いいです、いいです。じゃあ孫スペース、孫スペース、じゃあ孫さんの家もなぜかこういうスペースあるんですよ。本当、はい、なんか落ち着くんだよね、そういう端っこってね、物置になったりするんですけど、分かる分かる、いいっすよ、順調ですよ、はい、この物件。じゃあここ、はい、リビングですね。ここはリビング、これまたなんか全体的に日当たりが、うん、日当たりいいっすね、窓がいい感じでね、うん、眺めも、はいはいはい、いいですね。で、ホームキッチンも、うん、三個口、三個口、これもなんかいいっすね、うん、はいはい、全体白で、うん、いいわ、安心感、はい、安心感、物を置いたり、はいはいはい、入れたりですよ、はいはいはい。でこれこっちとあっちの部屋がつながってるんですね、ベランダで。どっちでも外に出る、本当だ、あ、こういう作り、だからこれあれじゃない、その物件の中でいうと、そのフロア、そのフロアの中である一番いい部屋になるんじゃないのかな。要は角取ってる、はいはい、そうですね、角部屋ってことになりますね。角取ってて、しかもなんかちょっと出っ張ってますね、うん、だから日当たりがいいんだ、ね、いいのか。ここまで見てみましょうか。これはまあ出てくんじゃない、そろそろやばい、マジで前回そろそろ、ほらマジで前回そろそろ、ね、絶対いるだろうなと思ってたんですけど、いない、あ、広い、めっちゃ奥行きあるじゃん。孫さん来た時ここかな、ここはもう第2の孫スペース、孫スペース、いいですね、寝れますね、絶対寝るよね。なるほど、ここに、あ、収納しつつここら辺にね、あの旅行バッグとか置いたりとか、これは広いわ、いいですね、素晴らしい、電気もつくんだ、おーおーおー、電気もつきます、いいっすね、ここは素晴らしいですね、申し分ない、申し分ない、申し分ないです、広さ、なるほど。だ一部屋リビング以外に広い部屋があると、うん、そこで、うん、あの配信とか、まあ、ラックとか置こうとしてたんですけど、うん、両方置けちゃうぐらい広いんで、そうですね、どっちにしようか迷っちゃうぐらいですよ、こうしたら。はい、こちらの物件はですね、もう広さ申し分なし、うん、あとやっぱ日当たりがここ非常にいいので、それ気持ちいいですね、他の部屋も、でも全体的に全部の部屋、ね、日当たり良かったですね。ここそうですね、窓もあって、こっちとそっちがあのバルコニーでつながってるっていうのもなんか面白いなと思いますし、でもう一個の部屋もちょっとね、あのね、細長いスペースをどうやって使おうかなとか考えるのが面白かったりもするんで、そういった意味でもここ本当に申し分ない物件ですね。有力、はい、ここ有力です。おっと、はい、じゃあちょっとそれを記憶しながら他も見てみますか。はい、行ってみましょう。はい、行ってみましょう。はい、着地しました。うん、で今回はほうモデルルームということなんですよ。はいはいはい、早速見ていきましょう。行ってみましょう。はい、とおやっぱ家具がモデルルームなので、いいですね、いいですね。で本来はこういう風にして、使いますよという配置がされてるわけですよ。よくできた玄関で、はい、これずっとフラットだね。あ、てかそうだ、これどこまで玄関なんだろうね、これここまで、いやでもどっかで区切るのかな、そういうことになってるんでしょうね、はいはい、まあ、おそらくここに、ここまでが靴、靴、はい、入れる、靴で入れる収納と、はいはい、ありますね、こっちもそうでしょう、はいも、はい、はいはいはい、もう慣れてきましたはい、そして左にお手洗いか、はい、あ、お手洗いです、はい、さすがモデルルーム、うん、なんかちょっとね、こっちもいいですね、いいですね、こんな草、草、葉っぱがありますよ、はい、トイレで、で反対側、はい、お風呂、もう玄関の近くにまとまってるわけですね。これ助かるね、はい、でもこういうのね、そうですね、はいはい、風呂があって、
はい、あお風呂もおしゃれだな。いいですね。まあ、今度ねこういう風にして。なるほど、実際に住んだらこんなもん多分溶けますね。でこっちにも洗面、はい、こうなってます、この部分を押してください。あまたよくできた。はいはいはい、久しぶりに見たなこれ。はいはい、でも気持ちいいもんねこれですね。うん、洗面あれこれ大丈夫か、うん、あこっちか。はいはいはい、もうしまうと、うん、これ十分十分入りますよ。おお、やっぱ家具があると映えますね。モデルルーム、さすがよくできた。はい、こっちキッチンから。はいはいはい、まあここでね料理したり参考節、はいはいはい、あるの十分ですね。いいですよ、いいですよ。なるほど、はい、これゆっくり閉まるチェックする。一応しときましょうか。閉めます。これはそこで何も開かないやつじゃない。あ、開く、開いた。はい、ゆっくり閉まるやつ。あ、やっぱりこの機能はついてんだな。気持ちいいね、どこでやっても気持ちいいわ。そうだな、はい、気持ちいいこれ。はい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 。お、そしてこれ、この部屋最大の特徴じゃないですか。 こっちこっからちょっと今日は天気が悪いけど曇りなんですが、お花見が部屋からできてしまうという。はいはいはい、じゃいい感じで船も、今船も通ってますね。桜今日満開ですからね。これはいいね。ここのやっぱこれ角部屋ですよね、うんうん、ここの部屋ならではの楽しみ方が。これはいいわ。はいはい、スマートホームサービス、なんかいろいろ連携してるみたいですよね。はいはい、はい、多分電気つけたり消したりとか、とエアコンの動作もおそらく声でできるんじゃないかなと思います。さすが最新の新築だし、はい、電気オフっていうね設定をすると多分なるんでしょ。でなると思います。そしてここねベッドルーム、でもちょっととコンパクト。あ、これそうですね、今まで見た物件に比べるとあともう一部屋あるということなんですが、はいはい、コンパクトはコンパクトですね。で両サイドにクローゼット、あ2個あるんだ。はい、でもやっぱなんかおしゃれだな。そうこれとかもメガネほら見てこれ、これあこんなところにメガネ置いてたら壊れるからね。ほらだから多分ここに原田さんが住んでたらこれはグラサンになるわけです。あそうですねで読み物が漫画になってますよ、ね、はい、ベッドルームがあって、はい、もう一部屋こっちにあーまたおしゃれ机、デスクワークというか、まあ時戸がもし住むんだったらここはもう時戸部屋になるんですかね。最新部屋になるんでしょうね。あとはもうちょっとスペース欲しいですけど ね、もしトレーニングどこで住むのになっちゃうね。そうですね、確かに確かに。まあ、この物件のじゃあ感想をお願いします。この物件はですね、ちなみにお値段をまず聞いてよろしいでしょうか。はい、ティーブリッジさん、はい、34万円です。34万円、はいはい、なるほど、やっぱ新築ということもあってね、はい、なかなかの お値段しますね。それで、この部屋の感想なんですが、僕が想定する、まあ、理想とする物件はやっぱ僕の配信する部屋というのがまあ、必要でして、それがちょっとねここだとちょっと難しいかなという感じになりますので、うん、まあ、ちょっと僕には合わないかなと思うんですけど、うんうん、でもやっぱ新築で、ね、桜の時期なんかはその川に面してて本当に部屋からお花見できたりとか、あとこのシックな雰囲気がいいんじゃないかなと思いますけどね。なるほど、うん、わかりました。はい、はい、じゃあそういうわけで時野さん、はい、いろいろ見てきましたけど、はい、そろそろ決断の時ですよ。はい、本当にね、さまざまな物件を見させていただいて、中にはね本当に面白い物件もあったりしたんですが、うん、私時野が決めたのはこちらの物件になります。
はいどうも皆さんこんにちは、ロート G の時戸でございます。こちらの方に引っ越してきまして、まあここでね練習したりだとか配信したりだとかさせてもらっているんですけれども、このロケね結構長い間させてもらいまして、半年ぐらいやったんじゃないですかね。もうね行くたんびにどっかでねクローゼットあたりから原田さんがドッキリ出てくるんじゃないかと思ってね結構心配してました。まあそんな感じでございますが、まあ仮にねまた、引っ越しなんかする機会がありましたら、よろしくお願いいたします。それではまた。